皆さんこんこにちは一品館の清原です今回のですね一品館オーディオガイドはですねハイルドライバーという広域のユニットを使ったスピーカーを4種類紹介していこうと思います。まずですね値段の一番安いものメーカー希望小売価格が10万8000円ワウフデールのエボ4 1というモデルになりますね広域がこのハイルドライバー。 低域が130ミリのユニットを使った2ウェイのブックシェルフ型スピーカーです。そして同じメーカーのですね、こちらはエボシリーズの4.3というモデルになります。メーカー希望小売価格がペアで28万8千円。そしてこちらはですね、ハイルドライバーが付いた55ミリのスコーカーが付いて、130ミリ口径のウーハーが2つ付いているという3ウェイ。 フロアスタンンデディング型のモデルになりますでこれはあのエボシリーズというあのワフデルのモデルなんですけど、まあ、このエボシリーズにはですねこの4.1この間に4.2があって4.34.4と4つのモデルがあります。仕上げは全てこのウォールナットとブロックな,ブラックなんですけれどもここには今回聞かないんですけど4.2二というのはですねウーハーの光景がこれよりも2センチ大きくなって1 5 0ミリになります。そして これと同じようにスコーカーがついてなので入るドライバースコーカー150ミリの大きいウーハーがついてまあちょっと大きくなってねこれぐらいの中型サイズのブックシェルフ型というふうになりますそして4.4はですねこれついたは同じスコーカーも同じこれが130ミリから150ミリになってダブルウー,ハーのですね3ウェイバスレフフロアスタンディング型というふうになります ちなみにこちらが先ほど申し上げましたけど4.110万8千円間にある4.2がです、ね、17万8千円この4.3が28万8千円一番大きい4.4が38万8千円というふうになっていますそしてこのハイルドライバー型のユニットを使う最も有名なスピーカーこれはもう皆さんご存知のエラックですねでエラックからは2種類出ております 仕上げはこのピアノブラックと後ろにあるフォーカルのような真っ白な光沢の白ですねハイグロスホワイトという2種類の仕上げになるんですけれどもこちらがブックシェルフ型の BS283 メーカー希望小売価格は24万円です。ハイルドライバージェット5というハイルドライバーそして1 5 0ミリのウーハーが1つついています。こちらが フロアスタンディング型のモデルですね。ペアメーカー希望合理価格が46万円。入るドライバーが1つ、そして150ミリ口径のウーハーが2つついていますけど、こちらは2ウェイではなくて2.5ウェイという構成になりますね。2.5ウェイのバスレフ型のフロアスタンディング型。でバスレフの方式がですね、これも。 これすべて下にスリットがあってでワーフデルの場合はこの下のスリットから低音がこう360方向水平に出ていくんですね。このエナックはですねあの後ろにバスレフポートがこれは下から出るのかなでこちらはですねあの後ろにバスレフポートの穴も一つありますから、まあ、両方から出るんじゃないかなというふうに思いますね。 えー、それに組み合わせてです、ね、エアーボーの,です、ね、あの2種類の歯戸ついたこの CLT5S ペア8ア8000円1台4万4000円というものをです、ね、このワーフデールのエボ四4 1と組み合わせて聞いてみようと思いますそしてこの上級モデル CLT517 万5000円というものをペア17万5000円1台8万8000円というものをこのフルアスタンディング型の FS278 に組み合わせて。 いいていこうと思いますで次はですねつな、えー、いでるコンポーネントの紹介ですねミュージック PC ノート型タイプの MBNN54 リミテッド238万5000円がカメラの外側に隠れていますそしてここに長いこの5メーターの USB ケーブルがありましてこのケーブルの先にはダック内蔵の u s b ダック内蔵のアンプですね DQ のアンプを搭載する エアーボーの HD アンプアンスペシャル18万円こちらがつながっていますで、まあ、こちらですべての4種類のスピーカーを聞いていこうとでさらにエラックはですねこちら46万円ということでもう少し上級なモデルを使おうということで、まあ、ここにちょっと隠れてますけれどもこれはメーカー希望小売価格32万円のオーディオラボの 8300XP というパワーアンプですねでこちらにですね DA コンバーターエアーボーの HD ダックスペシャル16万5000円かなを持ってきてそしてその下変音量可変出力ですねもうダイレクトに DA コンバーターとこのパワーアンプをつないで聴いていこうと、まあ、エラックは2通りのアンプで聴いてワーフデールはこちらのアンプだけで鳴らしていこうと、まあ、この,あの HD アンプンは最近あの小型スピーカー9種類の聴き比べ などでも共通して使っているので、まあ、リファレンスとして聞き比べの一つ対象になるかなと思います。そしてさらにですねこのワフデールのエボ四4 1にはです、ね、約4本で2万円の純銀,コート純銀線を使ったエアボのシルバージャンパー VT というねジャンパー線の交換の実験もやってみようと。 そしてさらに AET の TSD ジャンパーという4本で4万2000円のものがあるんですけどそのもう1つ高いジャンパー線をつないだときに音がどのように変わるかというのを聞いてみようとそしてこの FS287 ですねこれの場合には AET の TSD ジャンパーですね4本4万2000円のものとその上級モデルですね AET の SIN ジャンパー EVD 4本で9万6,000そういったジャンパーを使ってどれぐらい音が変わるかというのも聴いていこうと聴い,いていく楽曲ですけれどもえ今回はですね少し編成を変えてみました 1, 1曲目はですね森と水の調べい,いつもと同じようなせせらぎの音ですね、まあ、この音はせせらぎの音を聞くことによって、まあ、本能的にこのスピーカーから出てくる音が不自然か自然かということが判断できますあとはあその水が流れている季節感ですね 寒いとか暖かいとかそういうことによってこのスピーカーの音色が冷たいのか暖かいのかということも分かると思いますあと鳥の声の鳴き声のニュアンスによってこのスピーカーから再生される音色とかそういう表現力ですね表現力のニュアンスがどれだけ細かいかとあと鳥の声の分解のや方向性などこのセ,セラギーっていうのは簡単なソフトのように見えて結構スピーカーのですね 本質を見極めるのに重要な情報がたくさん入っています。これは 44.1khz 16ビットの pcm 信号です。次はですね後藤みどりさんのアンコールという cd に収録されているオベレックというあのピアノとバイオリンの曲ですね。これはピアノというあの非常に大きな楽器とバイオリンという非常に小さな楽器。このあのそれぞれ2通りの楽器のですね。奏でる音色や音の質感が明瞭に。分離 されるか、そして分離された上でちゃんとピアノとバイオリンが一つのハーモニーとして再現されるかどうかというあの異なる音の再現性がどのようになるかというチェックに使いますね。そして三曲目はあの今までよく使っているストラビンスキーの火の鳥。まあこれは高級曲なので本当にいろんな要素が入っています。まあ先ほどのオベレクと同じようにえ例えばバイオリンチェロコントラバス 音色が似てるけどサイズが異なるので倍音構造が異なる楽器の音が明確に分離できるかどうかとかあとはまああの木琴であったり金管楽器木管楽器打楽器あらゆる種類の楽器が入ってますからあらゆる種類の楽器の音がどのように再現されるかということをチェックするのに適しているのではないかなと思います。次はフフレンチアフリンカンンチリカクイーンという曲なんですけどこれは9624のフラッグなんですけど。 これはボーカルとウッドベースの聴いたボーカル曲なので、まあ、ハイルドライバーが最も不得意とするアタックの強い楽曲をかけたときにどこまで追従して再現できるかというチェックができると思います、えー、次はフラッグ192ヘルツ24ビットダイアナ・クラールさんの歌はラブですけどこれは今までずっと共通に使ってますねピアノボーカルそれからウッドベースなど、まあ、ジャズに使われる基本的な楽器の要素音源というものが大体含まれています。 そして、えー、次はです、ねえー、ロックですね「クイーンの地獄へ道連れ」ですねこの「クイーン」の曲っていうのはただ単にそのパルシブな音源をリズミカルに組み立ててるんではなくてその裏側に持続度音であったり人の声であったり人の声も複数の声がコーラスとしてあの収められてたりものすごく細かく計算されて作られてるロックなんですよ。だだからそのただ なんかロックのリズムに流されてるだけではなくてそのリズムの中に込められている精緻な構造まで再現できるかどうかという、まあ、チェックができると思います。まあ、スピーカーカの繊細な再現力というんですかねで最後「ストレンジャー」という曲これは時々使うんですけど、まあ、ダブルというあの人が歌っているダブルというあの2人のユニットなんですけどね兄弟でやってたんですけど。 若くして確かね20歳の前半ぐらいでお姉さんがコンサートの前日に、まあ、脳出血で急死、えー、してしまうんですねで、残された妹がその心の傷が癒えた時にお姉さんの思い出を消さないためにもダブルという2人でやってたユニットの名前を引き継いで音楽活動を続けていくと。えー、なのでやはりそれだけの苦労をしてる人なのでこの「ストレンジャー」というあの曲の中にも 本当にこう人間のですね喜怒哀楽の深い部分まで、えー、表現できていると思うんです。その深い表現がスピーカーからどのように再現されるかと、えー、ボーカルの表現力です、ね。こういうののチェックに使えるかと思います。以上7曲で聞き比べていこうと思います。えー、ではねあのー、この4本実際に聞いていく前にこのスピーカーのね方式やね特徴についてちょっと説明をしておこうと思います。まず一般的に 一般的なスピーカーに使われているもの、まあ、例えばこのスコーカーもそうですしこのウーハーもそうですし、えー、後ろにあるこの B&W の802のように、まあ、ドーム型と言われているツイーターを搭載するスピーカーというのは全てこのような薄い膜ですね薄い膜これがピストンモーションといってこう前後に往復することによって音が出ます。 でこの場合ですねこの往復するこの面積に応じて低音が変わりますから高い音を出すためには小さな振動板低い音を出すためには大きな振動板を使わないといけないです。でまあ一つの振動板で全部あ振動板で全部やってしまおうというのがフルレンジユニットただフルレンジユニットっていうのはある程度の面積がないと低音が出ませんから、まあ、例えば この1 5ミリでもこの1 3ミリでもこういうフルレンジの場合これから低い音から高い音まで出そうとするとですねちょっと難しい話なんですけれども 20kHz よくあの入れぞと言われる CD はそれ以上入らないよと言われているところの 20kHz の1波長っていう一つの波の長さがですね これ340を20キロ二万で割るんですけど3 4 0ー,ー割る二万になるので17ミリというね、まあ、これくらいの長さになります。ということは振動板の面積がですね大きいと中から出た音と外から出た音のこの一層のっていってこうタイミングがずれちゃうんですね。なので小さくしていかないとあの広域の歪みを減らすことができないのでなのでこういうマルチ US ピーカー 3US ピーカーというのは 小さいユニット中くらいのユニット大きいユニットということで。低い音中くらいの音高い音というふうに分けてるんですね。で、それに対して、このあの入るドライバーというのはですね。こういう薄いものを。折りたたんでいます。このように。ね、すると、同じものでも、あの面積が小さくなりますよね。だから、低い音から高い音まで、あの出せるようになります。 なのでハイルドライバーの特徴として通常のドーム型の付いたよりも低い音までこのハイルドライバーで出せるとじゃあハイルドライバーで低い音を出したらどういうメリットがあるのかってい,いということは早く動け,、ね、く動けるということと膜が軽いので要はこういう重たいユニット重たい振動板で出すよりも軽い振動板で出した方が音がいいんです。 例えばヘッドホンでコンデンサー型っていうスタックスが出しているものもありますけどこれは薄い膜を使っているので膜が軽いので非常に往復しやすいということは広域だけではなくて中低域に関しても動きやすいので音が細かくなって音色が良くなるという特徴がありますではなぜその素晴らしいと言われているコンデンサー型を使わないのかということなんですけどコンデンサー型っていうのはこういう大きい膜がね前後に振動してフルレンジなんですけど えー、高い音も低い音もきれいに出るというあのユニットなんですけどコンデンサー型っていうのは力が弱いのであ,のあまり大きな音が出ないのと能率が低いだからヘッドホンは大きい音を出すことがないのでコンデンサー型っていうのはあのメリットが多いあの大きいんですけど、まあ、こういう大型のスピーカーにコンデンサー型を使うとですねクオードの ESL っていうのがそうなんですけど非常にスピーカーが大きくなってしまう。 という問題が出てきます大き,く大きいのにパワーを入れても大きい音が出ないという問題ができて,できてくるので、まあ、コンデンサー型のスピーカーというのはそれほどあの普及はしていません。でそれに代わるものとしてこういうあの折りたたんだものを使ってですねハイルドライバーというのはこれをこのようにして要は前後に動くんではなくてこれがあの空気を挟んで押し出すような形で高音を出します。でメリットは、えー 高音にメリットがあるんではなくて中音域に非常にダイナミック型よりも繊細な音が出るというメリットがあります。なのでこれはですねあのクロスオーバーっていうんですかこれは5キロで切ってます。ここを3 3キロで切ってます。エラックのクロスオーバーは 2400Hz なのでワーフ出るよりももっと低いところまで出してます。だから本来ハイリドライバーのメリットを最大限に生かすためにはここのクロスオーバーを下げたいんですよできるだけ。でも、あのー ワフデールが使ってるこのあのこちらで3.3キロっていうのは通常のドーム型のツイーターを使った場合とあまり変わりません。で、この5キロっていうのはドーム型のツイーターを使ったよりも高いです。だからある意味ハイルドライバーのメリットが本当に生きてくるのはあの5キロで切ってるこちらよりもこのブックシェルフスコカーを使わないこのあのエボ4.1が 僕はいいんじゃないかなというふうに想像しますなぜこのようなスコーカーをハイルドライバーのものに持ってきてハイルドライバーの低域をですね伸ばさずに5キロで切っているのかっていうのは技術的に考えると僕はちょっと腑に落ちない点がありますけどまあそれは後で音を聞いていって実際どうなのかということを考えていこうと思いますで、このハイルドライバーも通常のダイナミック型のものも高音に関してですよ低音はウーハーはこういうあの これはもうあのボール紙ですけど分厚いものを使うので強いんですけど薄いものを軽いものでないと早く往復しないので軽くしないといけない薄くしないといけないんですねでも楽器から出ている高音っていうのはこういう薄い膜から出てるんではなくてこれはあのバードコールというものなんですけど木の塊にこういう丸い木に真ん中に穴があってそしてこれに真鍮のプラグが入ってます。 でこの真長のプラグを回すとこの機器が振動して高音が出るんですけどこういう硬いものがですね波動モーションといって波打つようにさざ波のように振動してその表面を高速で駆動っていうか圧縮することによって高音を出します。こういうい音ですね まあこういう感じの音なんですけどまあ結局これで出てる高音っていうのはこの薄い膜をプリストンモーションで動かした時には空気を圧縮する力が弱い膜の強度が低いのでどうしても空気を強く圧縮しきれないという問題が発生します。で本楽器はバイオリンも全てそうですけど硬いものがトライアングルなんかも特にそうですけど硬いものが高速で振動することによって高音が発生します。ということは。 あのピストンモーションで出してるとそういうあの輪郭がくっきりしたあの強い高音が出ないんですね。なのであのエアーーが作ってるハードツイッターっていうのはこれはカーボンの膜ですね。で例えば普通の,あのツイッターっていうのはこれがこういうふうに振動するんですね速く。でこれはそうじゃなくてこれを叩いてこういう音を出してるんですね。 でこれはあのカーボンなのでもっと硬いですからカーボンが高速に振動するということは例えばトライアングルと同じように非常に剛性の高いものが小さく高速に動くことによって空気を強烈に圧縮するんですだからそういう高い圧力の波を作るために作ったなので波動をついたというんですけどこれがこのピストンモーションで動いたり、まあ、ピストンモーションで動かなくてもいいんですけどこの薄いマックを使っている強度の低い まあ強度低くないですけど、まあ、薄い膜を使っているツイーターとの決定的な違いですねなので、えー、この薄い膜を使っていてしかもそれを通常のツイッターのように前後ではなくてこう蛇腹のようにして空気を押し出しているので。 入るドライバーっていうのは、やっぱり高音の硬い音が出にくいんです。強烈な圧縮こうパーンっていうあの衝撃的な音が出にくいんですよね。で、それに対してこの衝撃的な音だけを作り出している。波動ツイーターっていうのはお互いの要は長所短所、その代わりにこれは能率が低いですから、その長所短所を補い合って非常に良好なパートナーシップを結べると思うんです。なので、今回この波動ツイーターっていうのをですね最近よく使ったりしてでもしてますけども。 このハイルドライバーとハードツイーターの組み合わせっていうのは例えばコンデンサー型でもそうですけどコンデンサー型とこのハードツイーターの組み合わせっていうのは通常のダイナミック型保温型よりも効果が明瞭に出て、えー、もう明瞭に出やすいということで今回これも聞いてみようというふうなに考えています。ちょっとと説明が、ね、あの前後してううううまくででできたかどうかかどどわらないいいんですけれども、まあ、そういうことでです、ね、安い順 ワンフデルのエゴ 4.14.3BS273FS278 の順で聞いていきたいと思います。